はい、任天堂スイッチ版ウィニポスト8 2018、実況を始めていきたいと思います。現在1992年12月4週ですね。89億円消費しております。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、ニュー濃いめのカルピス蜂蜜仕立てをいただきながらプレイしていきたいと思いますね。濃いめのカルピスと聞いてね、エッチな想像をねされた方は中二病ですよ。いやね、中学生がね中二病っていうのはまあ正常ですからいいんですけどね、大人でもうね中二病っていうのはかなりね、あのいけない状態だと思いますよ。はい、さて行きましょうか。あ、それでね、今ね、あの昼飯食べてたんですよ。セブンイレブン行ってきてね、あのカルピスとね、あのもっちもち食感のソーセージエッグマフィン買ってね、今食べました。はい、このね、ソーセージエッグマフィンね、セブンの美味しいですよね。なんかマクドのね、あのソーセージマフィンよりも上品な感じがしてね、ちょっと味は薄いかなという感じがするんだけど、上品な感じがしますね。値段的にはセブンの方が高いのかな、どうなんですか。213円ってなってますけど、さて始めていきましょうか。そういえばですね、ダイテクヘリオスはね、引退ということになります。まあ、G1 10勝してくれましたね。はい、ただ心残りなのが欧州のね、大きいところを勝てなかったとね。まあ前戦したんですけどね、大きいところ勝てませんでしたね。はい、まあ、それバンブビギンもね、引退ですね。はい、まあ、G13 勝しかできなくて、まあ電レリ確定できなかったと。残念ですね。はい、まあ、能力はね十分にありました。まあ、統計2世は放牧中ですね。これまでの調整がうまくいかなくてね、今は絶好調なんですけど、まあ、東京大賞典に出れないというね。はい、そしてユーフォルビア来年ね、あのアジアマイルチャレンジ完全制覇狙いましょうよね。組んどきましょうか、登録ね。はい、お気に入りローテーションね。Y ボタン、アジアマイルチャレンジ、これね、登録しておきましょう。まあ、去年もね、このね、アジアマイルチャレンジ挑戦したんですけど、ね、G1 一勝しかできませんでしたからね。あれ？消えた？ん？あれ、ちょっと待ってください。どういうこと？どういうこと？どういうことですか、これは。ちょっと意味がわからないね。ごめんなさい、ちょっとよくわからない。なんで入らないの、これ。ちょっと疑問ですね。わからねえな、これ。ね、序盤から下ってしまってね、申し訳ないんですけど、まあ、フューチュリティステークス登録しましょうね。はい、そして、総会無賃貨はね、川崎記念に行ってもらいます。川崎記念から、まあ、結果が出ればね、ドバイワールドカップもちろん挑戦したいですね。はい、ダンディーゲーム有馬記念です。このまあね、精神力がないんですよね。なので、まあ、来年はね、国内に専念しようかなと思ってます。加減生は向かないですね、ダンディーゲームはね。完全無欠はね、一応まだ能力は衰えてないんですかね。スピード S プラスありますよね。まあ、来年も影遠征中心にね、やっていきたいなと。直線平坦のがいいんだろうね。パワー B だからね。まあ、魚ブライアンもね、マイル戦線行かせようかなと。モンスターボーイは、まあこれ引退するの惜しいんだけどね。ね、惜しいところまで行ったんだけど、G1 はね、結構活躍しましたからね。G1 は、まあ、2着1回、3着2回ですよね。活躍したんですけど、取れませんでしたね。はい、あとね、来年明け3歳勢がね、君に幸あれ、これも期待ですよね。ベガに負けたんだよね、阪神ジュビロフィリーズね。まあ、国会が乗ってなかったんでね、そのせいかもしれません。あとブラックホールも来年期待ですね。ライトニングソードもね、マイル先生に行かせようと思ってます。まあ、そんなところですか。はい、行きましょうかね。もう年末なんで、あ、それで赤いお守りの馬買っといた方がいいかなね。
なんとか買えましたよね。醤油ヨークで、1サイバー、メモリージャスパー、あ、シングライクトーク0歳か。加熱クロス。2頭しか買ってないの。あ、2頭しか買ってない。もう1頭ぐらい買おうか。まあ、何頭でも買えるんですけどね。お金はたんまりあるんでね。ごめんなさいね。馬情報か。ヨーク。赤いお守りを買ってね、クラブの方にね、入れるんで、クラブの方をね、成長させたいと思ってるんでね、赤いお守りの馬を買ったらいいよということを言われましたんでね。1サイバーをね、買わないといけないので、アグネスパレード買おうか。ね。アグネスパレード1600万円で買えるんだね。安いね。評価額1600万円。これいちいち戻るのがね、ちょっと、鬱陶しいよね。お守りね。ちょっと待って、なんだよこれ。ダブルトリガーとか、キスムとか知りませんね。これはなんていうか、全然知らないの、ここら辺の。あ、欧州になってる。ごめんなさい。欧州じゃそれはわからんよな。まあ、サクッとと言いながら、これだけぐだってたらダメだよね。まだね、もうちょっとね、スピード速くしたいんだけどね。あ、サージウェルズだったらいいよね、これね。サドラー系だよね、これね。ステイヤーズステークス買ってたよな、確かな。ズブズブの馬でね、これはね。サドラーはズブいっていうのを証明した馬でしたね。サージウェルズは。この辺りでいいですか。それ、まあ、これでいいですよね。ネクスト行きましょう。サクッとサクッとサクッとタララ。さて、ペリウィンキルね。この馬はダートバーなんですよね。走りそうですよ、この馬。逃げ馬なんですね。バンブーアトラスでダートっていうのは、どうなんだろうね。バンブーギネスはバンブーアトラス3区。違うかな違うかもしれませんね。これは強いわ。逃げ馬なのに後方から出遅れたんですかね、ひょっとしたら。完勝ですね。やりました。これはね、相当走ると思います。現段階でね、スピード B あるんでね、これは走ると思いますよ。ペリウィンクル。で、バンビーさんが付けた名前でね、やっぱりおしゃれな、ね、こじゃれた名前付けますよね、バンビーさんはね。まあ、今回もね、あの、馬名いただいてるんでね、忘れないようにしないとね、付けるの。ね、とんがりコーンとかね、忘れてしまったんでね、今日ね、付けないといけませんよね。ランディバースバースカットバスバースライドエレフドエホームラン、まあ、現段階ではね能力ないんで、まあ万世の馬なんでね、さすがに2歳からね全力では いけないよね。全力全開ではないよね。成田大臣早秀が出てきたね。東洋リファール、まあこれ強敵ですよね。ダイジェスト行きましょう。岡部さんが乗ってるっていうのがね、早秀は岡部さんは3歳から乗り始めたんでしたっけね。ランディバース舌出してるな、これね。舌出してるよ。頑張ってるけどね、これね。頑張ってるよ。あ、でも見どころありましたね。アイアンウィンズ、格ウバですね。いや、ランディバース舌出しながら走ってましたよ。直線で。てか、ウィッポ9がね、どんな感じなんですかね。すごいリアルになってましたけど。ただあの後ね、コメントでスイッチ版を買いたいって言ってる方多かったですけど、スイッチ版、まあ、僕の予想ですけどね、あの PS4 版よりグラ落としてね、作ってるんじゃないかなと思いますね。あの、WIP8 が発売された時がね、あの PS3 版とね、まあ、PS ビータ版2つ出ることになっててね、それで僕は PS ビータ版を予約してたんですよ。直前までね、あのグラの差っていうのが、
発表されてなかったんですよね。それで直前になってどっかのまとめサイトでね、やっぱビータのグラかなり落ちるよっていうことをね知って、直前で本当予約をね PS3 版に変えてね、切り替えて PS3 版買ったっていう過去があるんですよね。だからスイッチ版ね、ひょっとしたら PS4 版よりグラフィック落ちるんじゃないかなっていう、まあ、予想ですけどね、うん、その可能性はありますよね。だいたいこのね WIPO8 2018も、まあ、スイッチ版はね PS3 版がベースになってるんでね、うん、さてダンディゲーム5番人気、結構人気ありますね。1番人気東海帝王、うん、これ東海帝王がね負けたレースですよね。マイネルサウンド2番人気、マイネルサウンドは格馬ですよね。東海帝王が強敵になってくるとリアルと同じくね暴走してくれればねチャンスあるんですけど、あ、頑張れ、あ、サインサーキューがかわいそうだね。粘ってくれ、なんだよ東海帝王だよお前、頑張りましたけどね、まあ、東海帝王強えわ、やっぱ強えわ。本来ならねリアルではここでは負けてね、まあ、1年ぶりに次の年の有馬記念で復帰して勝つことになるんですよね。それで田原ジョッキーが嘘泣きしたっていう話が有名ですよね。思い出しますね。だから競馬の過去のこと思い出したらね、自分の過去のことも思い出すんでね、そういうのありますよね。歌でもそういうのありますけど、競馬のレースでもね、昔のレース見てたらその当時の自分のことって思い出しますよね。うん、うん、ネハイシーザーあたりがね、僕は好きでしたね、ネハイシーザーね、うん、馬券取らせてもらった記憶はないけど。ドリームマッチ参加しましょう。はい、あ、完全無欠あたり坂のコースはダメだよ。ユーフォルビア期待ですね。まあ行きましょうか。これどうやって出走でいいのかな。うん。まあ、これネクトで行きますね。毎回ね。毎回レース見せてませんけど。まあ、正直完全無欠中山コース厳しいと思います。ルドルフには勝てねえよ。ね、まあ、これも厳しいです。能力あるんだけどね。坂のあるコースは厳しいです。はい。まあ、ユーフォルビア期待できるんじゃないかなと思いますね。これね。ライバル、ベーチェルにグラスファンダーに金亀っていうすごい相手ですけど、あ、やっぱり勝てねえな、相手が強すぎるな。これ勝てるんじゃないですか。ヤマニゼファーと第一ルビーぐらいならチャンスあるでしょ。あ、勝てないんだ。あ、ムチンガ勝つかもしれませんよ、黒船。これちょっとダイジェスト見ようか。ムチンガは見たいね。ムチンガー見よう。あ、ちょっと後ろやなこれな。黒船も案内地だ。黒船もさらに後ろ。ムチンガ伸びねえな、伸びねえわこれ、全然伸びねえわ。頑張れ、ちょっと苦しいね。やっぱりこのままそんな強くないのかな。ちょっと苦しいですね。このメンツに負けたらドバイワールドカップ厳しいよな。がっかりやな。やっぱ思ったより強くないんですかね、これもね。うん。あ、公営スポーツはいりませんよ。まあ一応見ようか、久々に。僕は公営スポーツ昔は大好きでしたけどね、もう最近全然見ないな。リーディングサイヤー。あ、ルドルフが1位なんだ。ノーダンテイスト2位なんだね。ブルードメアサイヤーね、ノーザンテイスト。血統支配率。こんなん好きでしたね、昔ね。こんなん昔やってたけどね、見ながらね。あ、シャライさんね、爽快キック3位なんだ。結構頑張ってるんだね。惜しかったじゃん。え、こんな接戦なの？へぇ、3位なんだ。知らなかった。まあ、これね、生産者の方が難しいんですよね。岡部ジョッキーがレーティングと261勝ってすごいね。今年はだからね、ルメールジョッキーが武豊ジョッキーの記録をね、塗り替えるかって話題になってますよね。うん。うん、井出口さんか。
あ、生産者は全然ダメだな。キウイなんだ。ねえ。まあ、キウイでも立派だね。うん。まあでも、吉野早北ファーム、54億円っていうのはこれ、なかなか逆転できないですよね。あ、ごめんなさい。あ、ちょっとあれ。まあ、いっか。いいですよね。表彰式はね。これは自分でやらないといけません。これはもう B をしたらいけませんからね。断軸。うん。大宅ヘリオス引退ですね。バンブービギンも引退。統計2世は引退させたくないな。モンスターも引退ですね。仕方ないなと。ヒゲダルマも引退です。これどっちを守護場としてあげるか、ちょっとね、これ。あ、でもやっぱりね、名前いただいたままだから、モンスターボーイちょっと守護場としてあげましょうね、はい。うん。トシちゃんもね、あげたいところだけどね、まあ、実績がないからね、これまあね。うん。まあいいでしょう、はい。まあ大体ヘリオスはね、すごい、こんな強いとはね、正直思ってませんでした、はい。はい。あ、そうか。シュバーに上がったんだ。ということはトシちゃんあげようか。ヒゲダルマは僕がつけた名前だし、まあ血統もそんな思い入れがあるまではないので、トシちゃんあげよう。うん、トシちゃんちょっと、ね、やっぱりね、トシちゃんファンはね、全国にたくさんいるからね。うん。アンジェリカはすごかったね。このまあ名品だったな。評価額3億2100万円っていうね。すごかったよね。毎年すごい馬を産んでくれたね、この馬は。うん。まあ、モンスターボーイも芝居に上がったんだね、これね。カビルンルン系ですか。カビルンルンの品系っていうのはやっぱり伸ばしていきたいんで、芝居に上げたいよね。うん。大宅ヘリオスがね、一番種作り量が高いっていう。プリティポリ系もね、有名ですよね。シボバ辞典買ったって言ってたじゃないですか。あんまり読んでないんですよね。読まないといけないね。うん。品系図ちょっと、カビルンルンとか入ってたっけ？あ、カビルンルン系作ってねえんだ。やーべえな、これ。まあ、アンジェリカは残しておきたいんで、謝罪スピーチとか走ってませんよね。これ決してね、始まりの歌が入ってるんだね。ああ、ちょっとないね。やっぱカビルンルン。カビルンルン系、ああ、作っとけばよかったな。まあ、マーンレディでもいいけど。マーンレディもね、発展しそうではあるんだよね、これはね。これは晩成なんだよね。やっぱり肉まんガールかな。肉まんガールの子供で、いるんで、まあこれ、ヒカキンボールとかね、控えてるんで、まあこれにしようか。はい。まあ、これ僕はね、真珠系統嫌いなんで、うん、まあいらないかな。日本のブルモンもいらないですね。うん、繁殖牝馬はどうですかね。クラブに入れれるの？クラブ牧場持ってないよね。うん。まぁ、あ、ちょっとシュボアの成績見ておこうか。あ、千代の王12頭ね。はい。まあ、サンデーはね、まだリーディング、まだ子供出てないんだね、サンデーはね。うん。AI 上。AI 上すごい人気だ。ね。AI ひろゆきにした方が良かったかな、これな。モテモテの。ひろゆきさんがモテるかどうかは知りませんけど。ザ・ブラックも結構18頭結構人気あるね。あ、スグルストレートも人気だ。すごいね、25頭。トシちゃんがどの程度の人気があるか楽しみやね。ダブルハルケもすごい人気だね、これ。こういうのが意外と僕は見るの好きなんですよね。騎士もね、新人ジョッキーでそんな知ってる馬いませんね。うん。知ってる馬じゃねえよ。知ってるジョッキーいませんね。はい。
まあ、とりあえずここで一旦切りましょうかね。はい、名前つけておきます。さて始めていきましょうかね。名付けましたよ、二歳馬の紹介いきましょう。今回ね、牝馬の方がね、活躍しそうな馬が多くてね、ちょっと牝馬の名前が少なかったんで困ったんですけどね。まあ行きましょうか。精霊ね、二歳馬の紹介いきます。まずね、オールドファッション。これオールドファッションってね、いただいたんですけど、ミスドのね、ドーナツの名前らしいですね。僕はね、ミスドはね、だいぶ前ね、だいぶ前ちょっと、結構ね、食いまくった時期があったんですよ。それでね、なんか、精神的にちょっと病んでた時期でね、まあちょっと、ミスド食べすぎて30キロぐらい一気に太ってしまったんだよね。それ以来だからもう、ミスドってあまり食べなくなったな。最近はあまり食べませんね。オールドファッション。ね、ちょっと、足りませんね。運が足りなかったんで。まあ、それでこれね、キックインザダークね。はい。これ僕はね、よく自分の場面につけてましたね。キックインザダークって。まあ、これね、つけてくださいっていうコメントがあったんでつけたんですけど、そんな俺暗闇かな。もう正直、黒いのとか、もう、なんか疲れてきたな、なんか。で、とんがりコーンね、これ。去年ね、つけ忘れていたんで、とんがりコーンつけました。これもう、超大物ですよ。一番走るかもしれません。はい。血統はトニー・ビン・サンクね、始まりの歌の子供なんだ。これはね、かなり走ると思います。はい。これ、オラクルですね。これも俺がつけたのかな。なんて、信託とかね、言ってましたね。信託、神明だったかな。なんだっけ、カタカナ語辞典で調べたんですけど、うん、神聖な名前ですね、これはね。はい、オラクル。まあ、それでこれね、いや、ザ・ブラックとね、モーニングコーヒーの子供なんで、いや、ヨッシーってつけようかなと思ったんですよ。さすがにでもそれはまずいかなと思いまして、セクシービームにしました。ぴったりでしょ、これ。セクシーな青毛で。ねえ、これはすごい、自分的には気に入ってますね、この命名はね。はい。それ、フレンチクルーラーですね。これ、どうだったかな？フレンチクルーラーもね、ミスドのドーナツの名前らしいです。うん。まあ、可愛らしい名前ですよね。はい。それで、これも俺がつけたんでね。これ、なんか、頻繁つける名前がなくてね、まあ、適当に、ブラックマニキュアつけました。はい。ね。たまにいるでしょ、黒いマニキュアしてる人ね。はい。精神的に病んでるのかなっていう感じがしますよね。うん。まあ、それでね、これ、バンビさんにいただいた名前なんですけど、プレオネクシア。ね、これ、貪欲っていう意味らしいんですけど、ボバにつけてくれって言われたんですけどね、ちょっとボバいなくて、まあ、ヒンバにつけました。はい。これも走るんじゃないかな。ね。それ、ペンサミエントね。これがなんか、バンビさんにいただいたんですが、スペイン語の、なんだ、バンジーでしたっけ？ね、お花の名前ですね。はい。あ、それで、ムチムチムチンガもね、去年忘れてたんでつけました。これ、どうだったかな？テンポイント3区なんだね。うん。まあ、これ、ちょっと走れないかもしれない。うん。まあ、ムチムチムチンガだからね、できればね、爽快ムチンガの品系につけたいんだけどね。うん。まあ、でもつけました。はい。まあ、行きましょうか。サクッと進めていきましょうね。ネクソ。ルイドフューネはね、ちょっと期待できないんですよ。ネクストでいきます。うん。頑張ってますね。ヒヒーンもね、ダート1008がベストなんですよね。これまで、ね、国会が騎乗でね。まあ、ダート1008得意なんで、まあ、これもネクストでいっか。ね、はい。3着。厳しいな。まあ、スピード C プラスぐらいではね、条件級なんだね。うん。さて、ライトニングソードはね、今年の初戦ですね。ザ・ブラック3区。ね、追い込みの間ですよ。まぁ、あ、ちょっと、これ2着以内に入らないとまずいね。うん。まあ、この後放牧に出さないといけませんね。疲労が溜まってるんで。ああ、買ってもいいんだけどね、海外のはね。うん。まあ、でも、できるだけシーツはね、あまり使いたくないので。うん。
ウィップナインでは私立版の扱いどういう感じなんですかね。うん、楽しみですよね、イベントと。まあここら辺はねサクサク進めていきましょう。あ、そうだ、予定も組んどかないといけないよね。さて2番人気、1番人気はノーブルクリフ。まあ各ウーバーですよね。マイオジョンのあたりはまあ強、マイシンザンは強敵だろうね。マイシンザン僕は好きでしたね。うん、シンザン系ですかね。ミホシンザンの子供でね。4コーナーカーブから、うん、ちょっとこれは溜めてるな、溜めすぎじゃないのこれ。伸びてきますかこれ、前が開きますか、前が開きますかこれ。坂がないからねこれね、平坦だから京都は。ごめんなさいごめんなさい、うーわ伸びねえわ。うん、ちょっと放牧に出さないといけませんね。疲労が溜まってるから伸びなかったんですかね。うん、国会はね追い込んばを内に突っ込むっていうのはね、たまにリアルでもね見られますけどね。あ、国会じゃなかったんだ、森ジョッキーだね、ごめんなさい。国会はザブラックだ、ザブラックじゃねえ、ブラックホールだね。うん、ちょっとこれは厳しい。コギャルは放牧に出さないとね。ヒヒンあたりもまた出るんだ。グリーンピース期待ですね。グリーンピースは能力あるんですよね、スピード A なんだね。エイトマン辰徳も力ね成長してるんですけどね。あ、静香ちゃん色っぽいね、相変わらず。椎名林檎城みたいなね色っぽさですよ。子供だよこれまだね。このほくろが何とも言えませんね。大人になったらどんな女性になるのか楽しみだよねこれ。さて統計2世ちょっと組んどかないといけませんね。これ統計2世はフェブラリーステークス行かせましょうよ。まあ引退勧告みたいな感じでね、もうダメなんじゃないかっていう年末言われたんでちょっと心配ですけどね。ユーフォルビアもちょっと組んどきましょうね。なんでこれはお気に入りローテーションできなかったんだろうね、よくわかんないんだけど。あ、ごめんなさいね、4月やね。あ、3月5週か、2戦組んどきましょう。はい、無賃川崎記念楽しみだね。川崎記念今回やりたいよね。うん、完全無欠もね、組まないとね、予定ね。君に幸あれはもう賞金足りてますよね。足りてるよね。ブラックホールは共同支配だ。まあいいでしょう。ライトニングソード、ちょっと報復出しましょうね。このまままだね、賞金足りてませんからね。5周ぐらい出しとこうか。コギャルを報復と。コギャルとかもね、しゃあないんですけどね。さ、サクッときましょう。川崎記念までやりたいですね。はい。うん、ルイドフィューでも頑張ってくれてますね。はい、3着。ヒヒンも頑張ってくれてます。やりました。グリーンピース見ましょうか。一番人気だ。まあ、パワーがね、まだ、成長しきってないんですけどね、当選ニース。クラムシティあたりはシーツバかなね。あ、でもそんな大したメンツではありませんよね。あ、ちょっと内に入れてるね。まあ、坂がどうかですよね。あ、でも伸びてきましたね。よし、グリーンピース行け、グリーンピース行け、粘ってくれ粘ってくれ、完勝ですね。よし、うん、これでもうねクラシックには挑めますね。軽戦杯で勝った馬がね、皐月賞ではたまに穴開けますから。うん、グリーングラス3区ですからね、これはいい競馬だったね。うん、楽しみですね。さて、ターンホイダー、ターンホイダー10番人気なんで調子が悪いんだ。8万立つのに、8万立つのにも500万なんだよね、これね。走ってくれると思うんだけどね。勝ちましたね。よし、グリーンピースも放牧ですかね。
さて、ダンディーゲームもね、期待なんですよね。まあ、今年は国内で行かせたいので、ちょっと報復出した方がいいような感じするんだけどね。あ、ヒヒンね。あ、パワーはすごいからね、ヒヒンのパワーはね。パワーだけやからな、ヒヒンはな。あ、グリーンピースね。グリーンピースは、あ、報復出す必要ないね、これはね。うん。あ、それなら、キサラギ賞行くか。キサラギ賞行きましょうよ。うん、ちょっとローってきついか。うん、貪欲にね。貪欲にキサラギ賞行きます。はい。ロイス&ロイス、懐かしいね。ロイス&ロイスはね、ジャパンカップで本命にしたっていう話は何回もしてますよね。天皇賞3着でね。ジャパンカップ狙い撃ちしたんですよ、うん、そしたら3着だったんだよね、確かに。3着好きやなっていう間でしたね。レボルティオあたりがね、これ伸びてくるんですかね。現状ではやっぱりまだ厳しいんですかね。これもネクストでいきます。はい。マルガイなんだよね、これね。8着現状ではまだ厳しい。まあ、将来的に走ってくるのかなね。あ、これ相手強敵だね。レオダーバンにシリウスセントラルは角馬でしょうね。はい。両段番が強敵だと思います。はい。一番人気ですね。あ、これはいい競馬だ。あ、でもちょっと詰まってる。頭の低いフォームでね。粘ってる。すごい足できた。すごい足で。何今の。ダッシュルーデンス。ダッシュルーデンス知りませんね。いや、すごい足でしたね。まあ、ダンディゲームね、距離適正も 3200m まで伸びてきてるのでね、まあ、今年は春天目指しましょうね。春天はだから、春天は何が勝ったんだっけ、覚えてないね。ごめんなさいね。さて、ムチンガ、今回ここまでにしましょうかね。はい。ちょっと早いか、まだ現在、もうちょっとやれますね。やりましょう、はい。ムチンガ、うん。ペリウィンクルもね、あ、スピードエーナーのペリウィンクルね。これダートバーだからね、だけど。ユニッシュも復帰ですね。もうちょっと報復出さないとダメだな。ダンディーゲームはちょっと報復出さないとまずいね、これね。しっかり休ませましょう。まあ、できれば春天前に叩きたいんだけど、ちょっときついですかね。さて、ムチンガ3番人気なんで？ムチンガやっぱり男馬とは対戦、実績ないからね、男馬と対戦してね。牝馬同士の戦いだからね、アメリカで実績があるって言っても。そのあたりがちょっときついんですかね。スルガスペイン1番人気。スルガスペインって聞いたことないな。2番人気、トミシノポルンガね。まあ行きましょう、ダイジェスト。国会ですからね、安城。ムチンガの初戦。うん、ちょっと伸びねえな、これ。こんな首低かったっけ、ムチンガって。やっぱりこれ、男前でやったら通用しないんだ。超大物ですよ、これは。いや、これはね、完敗ですね。直線の短いコースが合わないのかね。まあ、これはもう完敗ですよね。まあ、これでは、まあ、フェブラリーステークス行かせましょうか。ね。ちょっとこの走り見たら、ドバイワールドカップうんぬんとは言えないですよね。うん。ペリウィンクル3番人気。まあ、これね、ペリウィンクル、ヒシアリダあたりは強敵になってきますかね。ペリウィンクル走ると思いますよ。さあ、先頭、粘ってくれ。ね、強いでしょ、この馬。あ、強い。粘ってくれ。ヒシが来た、ヒシが。シアリダが来た。あ、でも全然強いね。余裕だ。完勝。これは強いわ。うん。完勝。
いや、このままもうね、ジャパンダートダービー目標にやっていきましょうよね。さすがに海外までは強くないと思うんですけどね、現状ね。どうなのかな。これ完勝でしたね。まあ、ちょっとアメリカ遠征させても面白いのかな。まあ、でも現状まあスピード BA だからね。BA ではアメリカでは通用しませんよね。うん、イグニッシュ、これダイジェスト見ようか。まあ、これも国会がね、起業してますから。なんかダメなんだよな、イグニッションな。なんで走らないんだろうね、スピード A ですけどね。伸びてきた、伸びてきた。ちょっと間をすり抜けろ、間をすり抜けろよ、お前。ダメですね。国会やっぱそんな乗れませんね。見事に勝ちました。当選キャリア、ちょっとイグニッションはようやく3着分かりませんね。あ、後ろから行ったんでね、まあ仕方ねえのかなと。ランディバースあたりも現状では厳しいですよね。現状は、あ、でもスピード B までね、上がってきてるんだ。ねえ。魚ブライアン。グリーンピースね。グリーンピース、ちょっとジョッキーを、白井になってる。白井でいっか。うん。グリーンピースあたりもね、国会乗っけてもいいですよね。そうそう、完全無欠をね、やっぱりドバイ行かせた方がいいですよね。ドバイ行かせます。はい、まあシーマクラシックですね。はい、その後はまあ香港マリーですかね。はい、うん、ペリウィンクルはね、あのヒヤシンステークス行きましょうよ。イグニッションが中山、もうこれどうしたらいいんだろうな、このまま能力落ちてきてるってことはないのかな。疲労もね、ずっと溜まってますからね。で、調教を変更した方がいいのかな。ちょっと放牧出します。はい、調教変えないといけないかもしれませんね。まあ行きましょう。うん、ネクスト。あ、そうそうそう、あのムチンガのフェブラリーステークスにしないと。まだ行きますかね。ランディバース期待ですね。ランディバースもね、クラシック乗ってくる可能性あるんですかね。万世ですからね、これは。あ、でも相当走りますよ、ランディバースもね。うん、あ、ちょっと伸びませんね、これ。坂がやっぱりダメなのかな。あ、でも来た来た来た。ちょっと間狭くなる。抜けろ抜けろ。抜ける、頑張れ頑張れ。ああ、ちょっと最後伸びあぐねたな、なんだろうな、坂の切れるところだと思うんですけどね、平坦になるところだと思うんだけど、伸びませんでしたね。あ、ステージチャンプもね、強敵ですから。完敗ですね。坂なのかな、坂なんでしょうね、おそらくね。うん、坂のブライアンはもうパワー全開ですからね。マイルは合うと思います。はい、まあ、今年あたりマイルは、この時この時期のマイルって言ったらまだノースフライトは出てきてませんよね。さあ、先頭に立ったのはネイハイビクトリー。ネイハイビクトリー先頭、2番手は成田早草。チャンスあるのかな、安田記念とかはね。どうなんですかね。一気に来たネイハイビクトリー先頭、差はほとんどない。やっぱりスピードないからね。あ、最後パーでグイッと一伸び、グイッと一伸び、グイッと一伸び刺したかな。どうですかね、今微妙ですね。やっぱり坂はあった方がね、このまま伸びますよね、最後ね。まあ、東京競馬場最後の、ね、ゴール板前は平坦なところだと思うんだけどね。そういうのはやっぱり計算されてないのかなね。勝ったんじゃない、勝ちましたね、これね、多分ね、勝ちました。やりました。うん。東証ボーイの子供ですからね。見事な、
ね、あのパワフルな追いでしたね、柴田正人ジョッキーのね、はい、でグリーンピースね、うん、グリーンピースもね、ロイス&ロイスとかマリネルミラクルあたりは各馬ですかね、ハヤヒデがおるね、ハヤヒデホープルステークス4着だったんだ、まあ、ハヤヒデは強敵ですけどね。先頭早秀が、早秀だね、あれね、白い帽子は、まあ、僕は早秀が一番好きでしたからね、あの3強ではね、成田大臣ウィニングチケット、早秀の中ではビュア早秀が一番好きでしたから、やっぱ強えなと、まあ、でもそんな差はないですよ、うん、言うほど差はありませんね、うん、早秀とのね、あの3強との間に入るぐらいのね、ランディバースとね、グリーンピースが成長してくれたらいいんですけど、うん、悪くないですよ。まあこれ放牧出します、グリーンピース放牧に出して、ムチンガをね、ムチンガをちょっとフェブラリステックス登録しないとね、あ、ブラックホールもね復帰ですね、うん、絶好調、あ、ムチンガフェブラリステックスになってますね。はい。まあ、それでグリーンピース放牧出す必要ねえんだ。まあ、出した方がいいな、これはな。2周出します。まあ、今回これでおしまいにしましょうかね。さて、8番辰則も、まあ、これ、ネクストでいきます。勝てねえんだよな。さ、ブラックホール、これ楽しみですね。ライバルウィンニングチケットね。ただ18っていうのは微妙に長いかもしれません、距離ね、ブラックホールからしたらね、マイヨ・ジョンヌ、まあ、あたりですかね、まあね、あのウニクチケット相手にどこまで差し込めるかね、もう大外分回しでいいんで、結構なところにいるね、これね、前におるね、前におるね、チケットどこ、チケット、あ、白星やね、あ、でも、やっぱり、1008長い、チケットが内から、外からブラックホール、内からウィニングチケット。やっぱり強いなと。うん、まあでもいい競馬しましたね。はい。もうちょっと後ろから行く競馬をね、期待したんですけど、意外と正攻法でしたね。うん、まあいいレースでしたね。はい。ルイド・フューネはね、ネクストで行きます。勝ちました。頑張ってますね。というわけで今回ね、これで終了しましょうか。うん。あ、ユニークポストもね、あの、面白いですよね。うん。ナインが楽しみだ。ナインまでどこまで進行できるかね、わかりませんけど、ね、うん。トギャルはちょっと出れないね。ペリウィンクルは楽しみ。トキニセイも出れますね。ムチンガも、ムチンガ国会だよ。国会乗んねえの。ちょっと待ってくださいね。ムチンガやっぱり国会に乗っけたいので、まあ、大西ジョッキーに乗っけて、まあ、ムチンガは国会に乗れねえのかよ。まあ、仕方ありませんね。柴田正人になってるんだ。ちょっとな。元主戦ですからね、柴田正人ジョッキーがね、はい。まあ、調教師がね、あの、柴田正人ジョッキーに乗せたいということなんでしょうね、はい。馬主の意向を無視してね。まあ、というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。